Yeah, I was gonna put that in the second set, and if you didn't quite catch it, I'm playing Sword Art Online Rehollow Fragment, but the audio is quite quiet, so sorry about that, but I tried my hardest to turn it up, and all that, and yeah, hope you enjoy this video, and bye! And since there's bad quality, I am gonna do a second bit of this series, like today, there's gonna be a double upload, which is great, right, bye! Welcome to Sword Art Online. Let me go start though. God damn it. Hello area, December 2024. 4. There's lots of loading. God damn it. Thank you for hurrying up. I'm not playing much this game. Yeah, that is. Oh, this is very nice. Is it a cutscene? Oh god. Where are you running from? それはこっちのセリフだ。 なあ、そこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち。 何か勘違いしてないか。 俺だけで受け止められるということは、70こそよりパラメーターが弱く設定されているな。だが、愛に逃してくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を、こいつを倒すまで一時休戦しないか。 なんで私があんたなんかと。
こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの？後ろから切りかかられるかもしれないの。君に襲われる心当たりは全くないんだけど。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと俺も死にたくない。分かった、今だけ協力した。サンキュー。よし行く。初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でもステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったらとても二人じゃ勝てなかったよ。There's no way the two of us would have stood a chance against it. Okay. で、俺としてはできればしたくないんだけど。その、やっぱり君と戦わなきゃいけない。俺が何かしてたら謝る。本当に。あいつらの仲間じゃないの。あいつらって誰のことだよ。どうやら本当みたいね。でもあんた見えてるんでしょ、私のカーソル。ああ、それを見て何とも思わない。なんで普通に話しかけてこられるの。気にはなっていたけど、まあそれどころじゃなかったし。聞いたら答えてくれるのか。いいわ、私人を殺したの。そういうこと。だからそれじゃさよなら。さっきは助けてくれ。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ。それは分かった。ただもう一つだけ聞きたい。教えてくれ。ここは一体どこなんだ。 SAO の中ということは間違いないだろうけど。分からない。私は1ヶ月前にここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯でほとんど探索できていないから。1ヶ月前？
まさかクリスタル無効エリアか。で、あれ使えるじゃないか。ここの階層はわからなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら俺のをあげようか。いくつか持ってきているから。遠慮する。君はフォローエリアデータアクセス制限が解除されました。なんだ今のは。あんた、それえ？その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきまではなかったのに。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンスと関係があるのか。あんた一体何者。どういう意味だよ。それよりここは一体どこ。あ、いや、ここは一体何なんだ。私もねえ、その手よく見せてくれない。え、一体何を。やっぱり同じ。同じって何が。これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば何かわかるかもしれないな。他に手がかりもないし、行ってみるよ。そのもし君が良ければだけど、そこへ連れて行ってくれないかな。別に構わない。でもそんな簡単にオレンジ。いいえ、確かにカーソルがオレンジってのは気になるけど、でもスカルリーパーと戦った時だって協力してくれ。それはそうだけど、 SAO の中で一緒に命がけの戦いをしたんだ。それだけで十分信用に値するよ。俺はキリト。フィリア。フィリアか。あんたってよっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかしら。さあ案内するわ。行きましょう。わかったから一度にいろいろ聞かないで、わかんなくなる。Yeah.
わかった。God damn it. Hurry up. I'm not here. Jesus. Can you go in? Yeah. No, I didn't mean to do that! Oh my god! Just kill this guy. クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。Vacation phase has completed. Shounin phase. また出た。このアナウンス。ねえ、どうしたの？あ、いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか。気になる単語が出てきたから。それで、いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ。不満そうな顔をして。だって私がずっと調べててもわからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔しいに決まってるでしょ。いや、まだ解いた。ああ、これじゃトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ自称だけど、 SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであること多いしね。だからトレジャーハンターになることにしたの。
そうか。でも危険じゃないか。ソロでの戦闘はただでさえきつい。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごい。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか。まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると、It's the device. Let's go. Keep shaking my mic. It's just a tree. Where's the device? That's the device? ほら、これ。確かに、この文様と同じだ。ね、見間違いじゃないでしょ。ここが球体の入り口だと思う。ねえ、試してく。わかった。これでいいか。多分。ほら、文様が光ってる。どうやらフィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすがトレジャーハンター。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も。当たり前だろ。一緒に行こう。All the voices, I don't read all. ASMR. I'm sorry. What? Okay, I'm gonna look at the paper. Oh, right. Like,